女優の今田美桜さんが、モバイル決済サービス、LINE Pay のアンバサダーに就任し17日、東京都内で開催された、記者発表会に出席した。スタンドカラーの白いノースリーブブラウスに、ブルー淡いブラウンのロングスカート、黒いパンプスを合わせた、夏を先取りしたような、爽やかな装い。華奢なゴールドのリングとイヤリングを身につけ、オールバックにした髪をポニーテールにして、可愛らしく仕上げていた。LINE Pay は、コミュニケーションアプリ、LINE 上で展開するモバイル送金、決済サービス。18から30日は、平成最後の超ペイ特債とし、LINE Pay の支払いで、実質最大で支払い総額の 20% 分が、還元されるキャンペーンが行われる。